お腹を引っ込めたい人にぴったりな1種目たったの10秒。初級の方から上級の方までおすすめなメニューを交互に紹介していきます。少しだけお話を聞いてください。実はプランクや腹筋っていうのは自分の体に合わない人がやってしまうとバランスがどんどん崩れてお腹が出る原因になるんです。お腹が出て腹筋の力が弱ります。ですが姿勢を保つために脊柱起立筋が強くなります。腹筋をせずにプランクをしてしまうとさらに反り腰が悪化します。そして男性はある程度お腹の筋肉が実はあります。その結果、脊柱起立筋より腹筋が強くなってしまうと、さらに猫背になる。お腹に肉を集めた状態が作られます。そういった方は脊柱起立筋を鍛えるプランクがおすすめです。そして一番最後に、とっておきな腹筋3倍効くメニューを紹介しますので、最後まで頑張っていきましょう。メニューの最中は、同じように10秒数える。もしくは、息をできるだけしっかり吐きましょう。まずはうつ伏せです。手も足も肩幅で膝をついて体を持ち上げましょう。できれば背中が反らないように腰を丸めて10秒キープいきましょう。あと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。上を向いて寝ましょう。膝を曲げた状態で片足曲げます。この足をもも胸つける感じで叩いていきましょう。あと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対も一緒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 それではうつ伏せです。だんだんバージョンアップしていきます。手足肩幅で体を持ち上げましょう。息10秒吐いていきましょう。あと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。上を向きましょう。今度は片足伸ばしたまましっかり抱えましょう。お尻を少し浮かすぐらいの気持ちです。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対も一緒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 それではバージョンが上がっていきます。手足肩幅で体を持ち上げます。ここでお尻を上下に動かします。いきましょう。どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 腕を向きましょう。両足抱えて膝を曲げます。ふっからしっかりももを胸つける感じでグイッとね、お尻も浮かしていきましょう。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。腰しっかり曲げて6、7、8、9、10。 OK。 膝ついて体を上げるんですが、肘の位置をしっかり前に持っていきましょう。これで10秒キープです。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 今度は膝の曲げ具合がこのくらい。これで足をゆっくり下げてしっかり抱えましょう。いきます。あと1、2、3、4、5。
OK ね。ラストは20秒を2種目最後頑張りましょう。膝曲げて体を起こします。ここで手を振っていきます。スマホ持ったままの人は足を開いて手を真ん中で振ってもいいです。20秒いきましょう。ただしっかり起こしてスタート。息しっかり吐いて体をどんどん起こしていく感じで、さあラストは座った状態から足開きます。手を前に伸ばしてこのままゆっくり倒れて腰がついたらキープです。いきましょう。ラストスタート。ここでキープ、頑張って手と足の力抜いて、力を入れて、引き止めないように。 OK! ガーッ、これはいった。2日に一遍続けてください。できる人は毎日でもいいよ。やった人はコメントください。